おはようございます。9月14日朝6時起床です。朝8時朝食が来ました。空くんはミルクを飲んで満足したようです。せいやさんに言ってます。空くんがお風呂に入っているところを写真に撮るそうで、看護師さんが連れて行きました。今病院に向かってます。これから、ママと赤ちゃんを家に連れて帰ります。やっと帰れるか。さちゃん、おはよう。今日は退院だ。最後にミルクをあげて退院です。まゆまゆ。ミルクださ、ソラクに会ったらさ、どんな感じの話すんだろうって。弟さんって。お兄ちゃんっていうのいるんだよ、どいつも。お兄ちゃん、お兄ちゃんが見たい。なんか撮ってるなって見てるよ。ごく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 。お、飲んだ。完食だ。完食。おお、飲んだ。飲みました。時間10分しかない。おくるみにさ、ね、着替えて退院しようね。ママとね、退院。初めての洋服だ。あたあた。そらくん初めての洋服だ、それ。できた。かわいいじゃん、そら。そらかわいいじゃん。よし、行かないと。よし。
これからね、赤ちゃんとさっちゃん帰ってくるからね。ね。弟、福の。福の弟帰ってくる。どうする？楽しみだ。ね、楽しみ楽しみ。珍しく吠えないんだけど。本当だ。クッキーいつも吠えるじゃん。クッキーお利口にしてるじゃん。クッキーすごいよ。すごいよ。わかるの？わかるんだ。匂いだけ嗅いでる。吠えないクッキーが。クッキー。わかったわかった。よし、じゃあ入るから。クッキー。すごいすごい。遠くから見てるぞ、なんか遠くから見てる。クッキー、弟来た。来てたよ、クッキーの。トラプンっていうの。くん、不思議な顔して見てる、ね、遠くから見つめ、遠巻きに見つめ、ね、どうしたどうした、くん、いつもと違うじゃん、どうしてんだよ、くん、言っちゃいけないって分かってんの。ちょっと緊張してんだよね、クッキーだってね。ついてった、ついてった。